こんにちは、あずさです。人間失格のパンフレットが手に入りましたので、ちょっとどんな内容か見てみたいと思います。人間失格って知ってる？文豪というかね、作家太宰治という作家が書いた小説です。フィクションの書き方をしてるんですが、結構私小説というか自分のこう生き方、生き様をこう、書いちゃってるところがありますね。人間失格。映画は人間失格、太宰治と3人の女たちというタイトルの映画です。書いてありますね。男と女に起こることの全てがここにある。で、太宰治が、書斎かな。写真があります。で、ここに3人の女たちとあります。まず奥さんですね。戻らなくてもいいですよ、家庭に。奥さんだ、これ。死にたいんです、一緒に。ここで、今。っていう。実際に、ただその、自殺するんですけどね。この、一緒に死んじゃった人。それから恋人として、愛されない妻よりずっと恋される愛人でいたい。愛人か。とありますね。世界的ベストセラー誕生の裏にあった死ぬほどの恋、やばすぎる実話が実は、人間失格の原点なんですけどね。主演、小栗旬、宮沢えり、沢尻エリカ、二階堂ふみ。で、監督が蜷川実花さんですよ。だからね、映像が多分綺麗なんだよね。で、太宰治、家族はいるんですが、恋人もいるとか。で、インタビュー、小栗旬、太宰治についてのインタビューが書いてあります。それから同じくインタビュー、太宰の、正妻、正式な奥さんね、宮沢りえさんが言ってます。それから、これが、愛人であり弟子を沢尻エリカさんがやってます。で、もう一人が、太宰の愛人で最後の女、最後の人。一緒に死んじゃう人、生きなくていいんですって。で、結構すごいのが、すごいのが、いろんな文豪とか、太宰の友人が出てくるんですけど、特に三島由紀夫、高良健吾さんとか、坂口安吾、ダラクロのね、坂口安吾、藤原竜也さんとか、結構イケメンが、周りの文豪たちとして登場します。で、やっぱりこう、蜷川実花監督のせいなのかな、こう、ページそのものも結構色が鮮やかなんですよね。で、面白いのは、この、小栗旬さんが、バールパンで、太宰が、こう、決めポーズをやってるやつ、真似をしてます。で、一応解説は結構しっかりしてますね。太宰治その実像ということで、実際どういう人間だったのかっていうこと、それから3人の女たちについても、対馬美智子、太田静子、山崎文枝の3人についても書かれています。太宰をめぐる人々、だから人間失格、太宰治と3人の女たちの舞台ということでね、東京都内でいいのかな、三鷹ですね、三鷹駅周辺のことが書いてあります。私たちが太宰治を愛し続ける理由ということで、木村文子さん、文筆業の方さんがちょっと書いてます。コラムとして書いてます。あとはもう映画のシーンかな。それと、蜷川実花さん。それから、これは、結構コラボがいいですね。から映画のそれぞれのカットから、いい写真が出てます。で、スタッフの方ですね、脚本、それから音楽、撮影、照明、からプロダクションデザインということで、舞台のデザインですかね、美術ですね、いわゆる。これがなかなか綺麗ですね。
で、スタッフですね。で、蜷川実花が挑む太宰治の生き様ということで書いています。あ、これね、なんていうのかな、映画のパンフレットを一つ見るだけでも結構これいいですよ。本当ちゃんと読み物というか、ですね。実は映画公開された時に本編見なくてパンフレットだけ買うってことが僕は結構時々あります。っていうか、比較的多いです。っていうのは、後々、DVD 化されたりとか、それからまあレンタルが始まったりとか、ネットで配信されたりとかするときに、実はもうパンフレット手に入んないんですよ。まあ、中古でね、まあ、Amazon で売ってることもありますけど、映画のパンフレットっていうのは本当に映画が上映されてる期間だけしか、期間だけ、しかもその劇場でしか手に入らないっていう特性を持ってます。なので公開が終わっちゃうとその映画館でやってても手に入らないことなんです。なので、上映中に本作が後でも見れるからということでパンフレットだけ買うことがあります。まあ、そういう意味で言うとこれはね、買っといた方がいい、自分で言うのもなんですけど、買っといた方が良かったパンフレットかなと思います。人間失格、太宰治と3人の女たち、劇場で見る時間があったら見たいなと思うんですが、なくても DVD でね、これ見ながら見たいと、またいつかレンタル始まった時見たいなと思っています。結構文学好きいいです。でしかもこの後にですね、太宰治の人間失格をテーマにしたアニメーション作品もまたこれと別の作品で出てくる予定なので、そんな意味で今太宰治の人間失格、ちょっと気に留めておく作品かなと思っております。というわけで、富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。